今回はね、今言われてる噂、まあ登場するのが確定してるわけではないんだけど、噂されてる系のやつらを紹介していこうかなって思います。まあとあるレアスキンの再販だったり、まあのコラボ関係、まあちょっと今ね、やばい画像が流出した疑惑があって、チャプター2が帰ってくる可能性があるとかね、まあいくつか面白い情報があったんで紹介していこうかなって思います。まああくまで噂だから確定ってわけではないね、登場が。まず一番最初はね、今めちゃめちゃ海外とかで話題になってんだけど、4ちゃんでね、やばい画像っていうのが出回ってる。それがこれだね。まあこれが何を表してるかっていうと、2024年のフォートナイトの各モードでリリースされるものっていうのが公開されちゃったみたい。まあこれがまだね、本物なのか偽物なのか分かってないんだけど、今これが出回ってね、めちゃめちゃ話題になってる。まあこれっていうのが、まあもう見たら分かる通り、来シーズン、まあ次のアップデートでフォートナイトフェスティバルのシーズンがシーズン3になったんだけど、そのね、シーズン3で登場するスキンっていうのが公開されてるの。ビリー・アイリッシュさんになってるんだけど、まあこれがもし、ちゃんとね、次のアップデートでこのビリー・アイリッシュさんとコラボしたら、もう確定って言ってもいいんじゃないかな。まあ、もしね、これが本当に来たら結構やばいよね。ちなみに言うと、今まで4ちゃんはね、こんな感じでね、いろんなガチのね、画像っていうのが出回ったりしてっから、まあ、本物の可能性も全然あるっぽい。まあ、どんなのがあったかっていうと、まあ、今年の後半に、多分11月あたりに、フォートナイト OG が来るよね。その OG シーズンっていうのもここに映り込んでて、この画像だと、チャプター2がその OG シーズンで帰ってくるって風に書かれてんね。まあ、もし来たらめちゃめちゃやばいよね。あとは、来シーズンの情報っていうのもちょっと分かっちゃってるよね。パイレーツ・オブ・カリビアンのコラボレーションとか。まあ、これもね、来たら結構嬉しいけど、まあ、ちょっとやばいような気もする。あとは、その次のシーズンの画像っていうのも出回ってて、まあ、ドクター・ドゥームが関係するシーズンになってるっぽいね。けどこの画像っていうのが前からね、ある漫画の画像みたいだから、ちょっとね、どうなんだろう。まあこういうね、ちょっと本物のような偽物のような、ちょっと何とも言えない画像っていうのが今出回ってんね。まあ個人的にはフェイクなんじゃないかなって思うんだけど。そしてね、噂って言ったら、今シーズンが始まるタイミングぐらいでね、結構やばい噂が流れたよね。コラボ関係の。まあ、今後、フォートナイトと、まあ、ゴッド・オブ・ウォー、ワンピース、ジーナ、ヘラクルス、あとはファイナルファンタジー、アクアマン、ヘイロ・ウォーズ、ギリシャ神話をテーマにしたコラボが2つ。これらが来るんじゃねっていう噂があったね。まあ、これなんだけど、まあ、ほぼフェイクって言ってもいい気がするね。まあ、ゴッド・オブ・ウォーは確かね、クレイトスの息子と一緒に登場するっていう情報があって、ワンピースは船とか、あと悪魔の実とかが登場するとかさ、まあ、ファイナルファンタジースキンが来るとかそういう噂があったんだけど、これをリークした人が、このね、今シーズンをテストプレイしたって言った人だったんよ。そしてそいつが言ってる情報っていうのがあんまり正しくなかったんよね。だから、まあ、この噂はね、フェイクだったっぽいね、多分。もうフェイクって言ってもいいんじゃないかな。まあ結構期待してたんだけど、やっぱその辺はなさそう。だけど、ゴッド・オブ・ウォーのスキン自体は、もともとね、昔のデザイン、2007年か8年のデザイン自体は、アンケートにも名前載ってるし、来るんじゃねって結構噂があったから、ちょっと期待できるかも。まあ、そしてワンピースやファイナルファンタジーも XBOX ポッドキャストでリークがあったよね。だからまあこいつらもいずれ来ても全然おかしくはない気がする。まあなんならいずれ来るんじゃないかな。まあすぐではなさそうだけど。そしてね、次はライトセーバーのツルハシだね。まあこれが来るっていう噂があって、まで流れてるかっていうと、まあこの前の忍者タートルズコラボが終了した後に、エピックはコラボ武器と全く同じ見た目のコラボツルハシが登場しても問題ないかっていうのを尋ねるアンケートをね、プレイヤーに複数回実は送信してるんよね。そしてこのミュータントタートルズコラボでミシック武器とツルハシのデザインっていうのが一緒だったんよ。
まあそういうの考えると、まあ、運営もこういうアンケートをね取ってて、しかも次のアップデートでスターウォーズコラボが来るってことで、まあついにライトセーバー来るんじゃねって今ね噂になってる。まあ間違いなくこのライトセーバーのツラハシって何年も前から期待されてるじゃん。ただ一番多分実装してほしいって言われてるじゃん。まあ今回なのかは分かんないんだけど、まあいずれね実装されるかもね。そしてね次は激レアスキンのルー、まあ、1420日くらい再販されてないルーをアイテムショップで再販するんじゃないかって言われてる。まあ、ちょっとねとある問題があってもう再販されることはないって言われてるスキンなんだけど、最近ねレゴスタイルが実装されたよね。そしてレゴスタイルが実装されたアイテムって結構ね近いうちにアイテムショップで販売される傾向にあるよ。だから来るんじゃないかって言われてるみたい。まあどうなんだろうね。フォートナイトのスキンだからただレゴスタイルが来ただけな気もするんだけど、運営的には限定系のスキン以外はアイテムショップで販売できるっていう風に言ってるんよ。まあ、もしかしたらね再販あったりするのかもね。まあ、再販って言われたら、まあ、クレイトスもさ20日に来るって言われてたじゃん。まあ、今日来てっかは知んないんだけど、ちょっと動画撮ってんのが昨日だから、まあ、なんとも言えないんだけど、まあクレイトスも近いうちに来たりするかもね。まあ、海外のリーカーの方も20日って書いてたから、もしかしたら日本時間の21日を示してるのかもしんないしね。まあ、ちょっとクレイトスはね近いうちに来る気がする。まあなんなら、まあ、予想通りね今日ショップに来てる可能性もあるんだけど。そしてね次は昨日かフォートナイトのコンセプトスキンっていうのが一気に公開されたよね。その中に日本のね戦国時代を、まあ、テーマにしたようなスキンっていうのがいくつか見つかったんよ。まあこんな感じ。そういうことから、まあ、日本のねそういうのをテーマにしたシーズンっていうのが今後ね来るんじゃないかって今ね噂になってる。まあ確かに昔さ日本をテーマにしたシーズン、なんかメガみたいなやつが来たりしたじゃん。なんかあの未来っぽいところなのかなとか、あと和みたいなところとかが来たと思うんだけど、あれに近いような戦をテーマにしたシーズンっていうのが登場するのかもね今後。まあコンチャプター中はないと思うんだけど、けどマジでかっこいいスキン多いんよこれね。登場してほしいなって思う。そしてね最後はやっぱり呪術廻戦コラボパート2よね。これっていうのは前までだったら今シーズン中に来るって噂されてたよ。大会が見つかったりして、けど、いろんなコラボと重なっちゃうから延期されて、まあコンチャプター中には来るよねって今言われてる。まあ、実際に今回のアップデートで呪術廻戦カップっていうのは行われたみたいなよね。表記はなかったらしいんだけど、それもあるし呪術廻戦コラボの、まあ、自動販売機の素材っていうのも追加されたりしてるんよ。だから上で確実にコラボしようとしてるんよね。だからマジでね、まあ、今シーズン中はないとは思うんだけど、まあいずれ来シーズンとか、まあその辺は期待できるかもね。まあ他にもいくつかあるんだけど、まあ結構期待できる系、そして面白い系で言ったらこんな感じになってんじゃないかな。まあ、他にもね、あのチャームってやつが来るんじゃねって言われてたり、まあ来シーズンのテーマがこうなるんじゃねとかもあったんだけど、まあ面白い系で言ったらこんな感じだね。まあ結局ね、結構噂になってるワンピースとかファイナルファンタジー、そしてゴッドオブウォール昔のやつとかね、この辺はどうなんだろうね。あとやっぱり最初にさ言った、まあ、4ちゃんで見つかった画像よね、まあ、フェイクだと思うんだけど、あの辺はどうなんだろう。あとライトセーバーのツルハシ、まあ、やっぱりね今後のフォートナイト期待大。